テッサロニキの初期キリスト教とビサンティン様式の建造物群はギリシャ共和国のテッサロニキにあるユネスコの世界遺産登録物件名。登録は1988年。ローマ帝国及び東ローマ帝国の時代に建設された建築物とモザイクなどの美術を対象とする。古代にテルマと呼ばれたテッサロニキは天然の良好と街道を有する交易都市であった。 カッサンドロスによってテッサロニケと改名され、さらに共和制ローマに占領された後も、ローマ族州マケドニアの主婦として繁栄を続けた。50年、首都パウロはこの町のシナゴーグでキリスト教を布教したが、ユダヤ人に告発され退去したとされる。ローマ帝政時代、テッサロニケは国際都市の様相を呈しており、様々な民族や宗教が混在していた。 ローマ帝国後期になると、ガレリウスによって、外線門と霊廟が建設され、港湾はコンスタンティヌス一世によって拡張された。また、テオドシウス一世は、後に、テッサロニケを破局から守る死壁を整備した。ローマ帝国が東西に分裂すると、テッサロニケは、東ローマ帝国の第二の都となり、バルカン半島の拠点として、首都と緊密に結ばれた。しかし、 580年頃から始まるスラブ人の侵入によりバルカン半島は少数の沿岸都市を除いて侵略されてしまった。テッサロニキでも都市生活を営むことは不可能になり農村的生活を余儀なくされたとはいえ城壁によって防衛されていたために壊滅することはなかった。8世紀になると東ローマ帝国はスラブ人の影響を排除することに成功し、 徐々に再生していった。東ローマ帝国の建築は11世紀になるまで発展的状況は認められないが、バシレオス一世が帝国の絶頂期を築いた後は、再び活発な活動が行われるようになった。テッサロニキの繁栄が絶頂を迎えるのは、ラテン帝国崩壊後、東ローマ帝国が斜陽に差し掛かっていた初期パレオロゴス朝の時代である。 修道院に付属するいくつもの聖堂が残っており、コンスタンティノポリスの活動が完全に衰退した後も、テッサロニキでは活発な建築活動が行われていたことが伺える。テッサロニキには、現在も古代および中世に建設された聖堂が残る。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。